よし、そっちは準備できてんだろうね、一応。ああ、なあ、さすがに厚着しすぎじゃねえか、これ。霊王宮と精霊帝との間に存在する72層の障壁を抜けるためのもの。天中連で送ってやりてえとこだが、普通に進歩で行けば1週間くれえだ。その心配はいらんぞ。クインシーどもなら3時間前にもう攻めてきとる。早く言えバカ野郎。3時間前は恩師まだ修行中じゃったろうが。握り飯だよ。ああ、ありがとな。あいつは本当の死神になったんじゃ。ここからどう形勢逆転する算段かね。黒崎さん、そんなわけだからそっちにつくの。お気をつけて。生意気な言い方に聞こえるかもしれねえけど、俺が必ず何とかする。わかりました。待ってますよ黒崎さん。向こうの状況何も言わなかったな。